はい、今回早々のフリーレン第27話人間の時代が放送されましたので、その振り返りだったりとか原作との違いやっていこうかなと思います。ラスト今回はして2話ということで、次週がねもう最終回なんですけれども、ある意味こう第1期のエピローグ、2クールの最後をまとめる回だったと思うんですが、前回が凄まじい先導だったんですが、今回はやっぱこうさらっと終わるのかなと思っていたんですけれども、もう細かいところすごいこだわりがあって、最後の最後まで手を抜かないというね、そういう意識を感じた回だったかなと思います。まあリヒターの部分だったりとか、フェルの描き方、ゼーリーの描き方も全てにおいてもすごい今回も良かったんで、その辺を順番にピックアップしていこうかなと思います。ぜひ皆さんの気づいた点だったりとか、ここも良かった、原作との違いだったりとかあればコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考日励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。冒頭あえてこう二次試験を振り返らず、前回の激しい戦闘はなくて原作の続きからとなっています。ここでねあえて戦闘を挟まないのがまた良かったなと思うんですけれども、第56話フェルンの杖からとなっているんですが、聖の長さん、有名どころを使ったおじいさんが登場してきて、シュタルクにいつも声をかけているシーンからです。次はおじさんではなくて二次試験を合格したフェルンが登場してきます。でフェルンがブチ切れてるんですよね。で驚くシュタルクでオープニングと移ります。ここも綺麗にアバンに持ってくるのがシンプルで分かりやすかったです。ブチ切れのフェルンの顔はもう相変わらずという感じでした。でオープニング後、人間の時代のタイトルが流れて、その後フリーレンと喧嘩した理由が語られる場面もこの辺り原作通りですね。フェルンの杖が壊れ直しに行きたいと伝えると、古い杖を捨てて新しい杖を買った方がいいと言われたことがこの喧嘩の原因であることが語られていきます。で壊れた杖の下りでも、前回の魔法の高みとねフェルンが言ったこうフリーレンの魔法を受けたシーンの挿入も原作と同じなんですけれども、アニメでの細かい震えがあるからこそこの演出方法が違うから生きてくるなという感じです。まあ、こう使い回してもすごい綺麗に映りますよね。でその後シュタルクはあの杖だろとフリーレンと確認するシーンが原作にはあるんですが、ここはカットされています。でフェルンの杖はハイターからもらった杖だからこそという部分で、ここもアニメではしっかりハイターからフェルンに杖が手渡されるシーンが追加されています。この場面もすごい細かくて良かったんですけれども、まだ幼いフェルンだからこそその杖の重さに一瞬よろけるという描写が追加されていて、小さい頃からずっと一緒だったという原作通りのフェルンのセリフがフェルン視点で杖を先まで眺める、まあ高いですよね。今持っているフェルンの高さから想像しても、幼少期のフェルンからすると見上げるほどの長さ重さだったということがわかります。まあ、その幼きフェルンの視点から大きく見える杖を見上げる表現は本当素晴らしくて細かかったですね。でここもシュタルクがフリーレンは悪気はなかったというのも、シュタルク、まあ、そしてフェルンもそれは分かっているけどという部分がフェルンの視点で語られるのは良かったです。しかしフェルンには捨てるという発想はなかったと答えます。そして場面は変わりラビカンですね。カンネは最後まで生き残りましたが、ラビーネはゴーレムを使用したので二次で脱落となっています。次の試験は3年というのをカンネも原作通り言いますが、いつも通りバカにしろよとこうラビーネが言って、その要望ではなくカンネが何々してあげようかという時の演技もすごい良かったですね。ちょっとこう可愛がるというか、ちょっとバカにしてるというか、あの関係性からできるこの喋り方、あこういう喋り方するんだろうなというね演出の仕方になっていたかなと思います。そしてラビーネがカンネに何々されようと近づいたり、おやんのかもねそのままでしたね。原作の方でもこちらねカンネがラビーネをなでなでしているんですけれども、アニメではもっと細かく優しく慣れているような演出に描かれていました。そこへフリーレン何かの袋を持っているんですが、アニメでは想像しやすいようにしっかりこう木の切れ端みたいなものが映されていました。再び場面は変わってリヒターのお店ですね。この一連の流れっていうのが今回一番良かったなと思うんですけれども、そこに居座る、まあ、電拳パーティーの電拳とラオヘンですね。まあ、細かいですが原作では電拳は瓶のようなものを手に取っていましたが、魔法使いらしく本を手に取っています。これ瓶も結構重要なんですけれども、こうやって本を手に取ったりする部分もこの後の描写につながってきています。ここから個人的に好きな場面なんですが、原作通りラオヘンがドーナツを食べています。電源パーティーの中で唯一脱落したリヒターを気遣いドーナツをあげようとする下りのテンポ感も良かったですね。あげるいらんっていう感じでしたね。そして電源からリヒターは運が悪かったという話で、複製体前線に出くわしていたら電源でも脱落していたかもしれないという、こうまさに運ですよね。でリヒターはそれが運であっても自分に実力があれば対処できたかもしれないと言える、その姿勢だったりとか悔しさってところですよね。で最悪な気分でありながらも店をやるんだなと突っ込む電源でしたね。リヒターはどんな最悪な気分でも人を食っていくために働かねばならないと言います。まあ、ある意味ね電源が宮廷魔法使いだからこそわからないだろうという意味も含まれているんではないかなと思います。ここでリヒターは落ちたのは自分で良かったと言い、老いぼれ電源は3年後はないかもしれないと、まあ、皮肉で言うんですけれども電源は確かにと答えます。
。リヒターは冗談のつもりで言ったのに納得した伝賢に言い返せと答え、ここで一瞬リヒターを見る伝賢。ここで伝賢から見たリヒター、共に一級魔法使い試験編を戦ってきたからこそ分かる部分が語られていきます。まさに伝賢自身がリヒターのように昔生意気の若造であり、自分も見ているようだからこそ剣を抱かないと言っていましたよね。この場面原作でも魔石のようなものを手に取っていますが、まあただの石かもしれませんけれども、今回アニメでも同様に手に取って、そういうことじゃないかなと解釈は広がるのが、その石を眺めてその瓶に伝賢が映っています。つまりこの後語られますが、リヒターはまだ石のような存在だけど、磨けば自分のような宮廷魔法使いの地位になれる。リヒター自身を原石として、そして高く評価する場面をこの一瞬で表しているんじゃないかなと思いました。原作のカットを広げるワンシーンに昇華していたと思いました。で、最後もこの瓶に入った石でリヒターを隠すような描写となっていて、多分意図的なね描写だと思います。ここでラオヘン、じいさん不器用なんだ発言でね、ちゃんと分かっているのもいいけど、お前は伝賢の何なんだよ、まあ、ここは個人的にも原作でも好きなシーンなんですけども、まあ、答えは魔王です。結局を棚からね最初出した本も瓶もそのまま置いて帰るという迷惑な孫を連れたおじいさんがさっさと思いきや、再びね煽るかのようにフリーレンが来店してきます。フェルンの杖を直しにリヒターを訪ねてきたんですよね。で、この後フリーレンが語る町の人に聞いたっていうところがありますけれども、こちら二次試験の前、おばあさんのランタを直して砂糖菓子をくれる関係性の部分とも繋がっているのも改めていいですよね。で、ボロボロの杖をゴミというリヒター、すぐにゴミじゃないよと答えるフリーレンですが、ここのシーンについては自分ではまだ深く分かっていなくて、多分と答えるのもそのまま原作通りですね。で、リヒターは伝賢の不器用な励ましで気分が良くなっていたものの、杖は諦めると言います。フリーレンはできないならいいやと退散しようとするんですけれども、この時もできないでリヒターの表情が変わるのもアニメならではの描き方かなと思います。そして杖を修復してくれます。ここも良かったですね。原作通りですが、リヒターが直しながら杖を見つめるリヒターの瞳にその様子が映っています。で、この流れから手入れの行き届いたゴミじゃない杖、大事にされていたことを感じるリヒターがより一層伝わる一瞬の描写となっていました。何でも直してきたリヒターだからこそ、そのものがどう扱われていたのか気づくと思うとすごい深いですよね。で、場面は変わりフェルンですね。原作とまあ一緒なんですけれども、アニメでは肉にがっつくプクプクフェルンが描かれています。まあ、丸くなったと巷では言われるフェルンが、これでもかというぐらい描かれているのは笑いましたね。プンプンフェルンは自分のことをまるで分かっていないと答え、シュタルクも分からないと答えるとポコポコしていましたね。好感がプープーとなっていて、もうめんどくささが倍増しています。シュタルクは分かろうとすることが大事だと答え、ここも先ほどゴミじゃないとリヒターに答えたフリーレンが多分と言っていたところとつながるんではないかなと思います。で、ここから兄折りなんですけれども、原作ではすぐに宿に帰ると修復されている杖がベッドに置いてあるんですが、なんとリヒターの店の前をシュタルクとフェルンが通り、リヒターに声をかけられるシーンが追加となっています。リヒターが、ああお前フリーレンのところの弟子か、違ったかと言うんですけれども、シュタルクがそうだよと答えます。どっちでもいいが、二次試験が終わったばかりだというのに、今日はお前の師匠のおかげで散々だった、いっそのことを慎重してくれた方が儲かるのにな、大事にしろよと言っていました。ここがアニメで追加されていたんですよね。まあ、リヒターなりの思いが、リヒターの株も上がるのもそうなんですけれども、対戦されてきた杖の持ち主だからこそ、不器用なリヒターだからこそ、この言葉でドラマ性が上がるのがすごい良かったなと思います。さらにこの後宿屋で杖を確認して、ハイターの過去回想へとつながる導入として原作を邪魔しないアニオリの追加は本当秀逸だなと思いました。まあ、感情や感性に乏しいフリーレン、それが原因で困難や行き違いが起こるでしょうとハイターが言っていたんですけれども、でも一つだけいいことがある、その分だけフリーレンはあなたのために思い悩んでくれる、彼女以上の死はなかなかいませんよというね、過去回想でしたよね。そうなんですよね。ここでリヒターの弟子という追加のセリフとも重なってくるんですよね。で、最近ね、ランキング動画出したんですけれども、ハイターの最後の場面を見たからこそ、こうより涙腺に来るというか、見直してほしい限りですね。最初の方ともつながっていると思います。さらに杖を眺めたら微笑むのがフェルンの原作での場面なんですけれども、ここからも追加描写となっています。彼女以上の死というね、ハイターの言葉からフリーレンの寝相が追加となっていて、杖を置いてフリーレンに布団をかけ直す描写が追加となっています。ハイターが言っていたこと、そしてフリーレンが最高の死であることへとつながるアニメでの改変でしたよね。これ美しいなと思いました。まあ、戦闘とかもいいんですけれども、こういうところも本当抜かりないですよね。そして三次試験へ合格したメンバーが移され、ここも追加なんですけれども、まあ、フェルンがね、あのフリーレン様昨日はと声をかけるんですけれども、フリーレンが何ということで、フェルンはそこで何でもありませんと言って、フリーレンがそうと答えます。この全てが追加となっていて、言葉じゃない部分での感謝を伝えるのも追加となっています。そして
ファルシュから三次試験の開始が告げられ、原作56話が終了となって原作57話へと移ります。ゼーリエとゼンゼの場面ですね。ゼーリエがなぜ私がここまで出向いたかわかるかとゼンゼが問いますが、この時ゼーリエは原作では赤いマントをつけていましたが着ていないんですよね。この描写は後ほど調整されています。で、都合が悪い時はいつもそうだなも原作通りですね。合格者が多すぎる異例の事態であるものの、試験内容も全員協力で協調性の必要も原作通りですね。もちろん今いるこのゼンゼたち一級魔法使いが協調性がないからという部分と重ねています。ゼーリエからあってはならないほどの実力者がいたこと、ここでまあちゃんと登場するのがレルデンですね。フリーレンのせいで実力に見合わないものまで合格したと言っていました。そんな実力がないものは第3次で死ぬことになると告げる。ゼンゼの平和主義とは程遠い。ゼーリエとしても無駄死には望まないことが語られていきます。ゼーリエはフリーレンが悪いと一蹴し、平和的にゼーリエが選別する三次試験が始まります。で、三次試験は実はレルデンが担当だったんですが、ゼーリエのわがままをよく知ってるし、フリーレンを騙すような器ではないと答えます。ただ魔力制限をしているということも気づく存在のレルネンです。アニメ勢の方は思い出してほしいんですが、この一級魔法使い試験編の受付の時、あのおじいさん、アニメではシュタルクが順番を譲っていた人が正常の証に気づいた人ですよね。これがレルネンとなっています。ただここね、原作ではそれが描かれているんですけれども、ここではそこをあえて描かないこう粋な演出となっていました。で、レルネンが見破った魔力制限、その魔力はゼーリエに匹敵するものだったと答えるレルネン。しかしファルシュは試験会場で見たフリーレンの魔力制限には気づかず、制限特有の魔力の揺らぎがここで語られていきます。この魔力制限というのは魔力を持つ生物には不可能であり、可能でもとてつもない時間、実用的な技術とは思えないと言いましたよね。ゼーリエはフリーレンがその技術に生涯を捧げた魔族を欺くためにとゼーリエは知っている部分も原作通りですね。魔力に敏感な魔族、そんな魔族を欺くために想像を絶する時間が必要と言っていました。ここを聞いているとアウラを思い出したんですけれども、しっかりこの後アウラも描かれていて、アウラは500年の大魔族となっていて、フリーレンは1000年以上、もはや100年200年と言っていた子も桁が違うんですですよね。ここでもちゃんとアウラ戦を例としてアニメでは映していたのは良かったですね。フリーレンの魔力制限の洗練度の高さ、それを見破ったのは魔王だけだったのが、その次にレルネンが2人目となっているんですよね。しかしレルネンは偶然揺らぎが見えたと答え、その謙虚さと堅実さ、一級魔法使いになって半世紀経っても臆病なままだとゼーリンに言われてしまいます。レルネンは揺らぎを魔王の次に認識できたのに、老い先短く老人であることをゼーリーが言い、フリーレンと戦うことは一生ない、それが勝てる戦いであっても言い捨てられてしまいます。この言葉は後に重要となってくる伏線となっています。まあ、フランメが言っていた部分があるんですけれども、レルネンはこの境地で税霊的な魔法の考えで進んでたどり着いたという部分も感じますよね。そしてここでゼーリエが赤いマントをゼンゼの髪の毛で羽織ります。オープニングも出てくるシーンですね。最初にあえて出さなかったのはアニメでね、この赤いマントの演出を強くするためだったんではないかなと思います。で、人間の弟子を取るものではないという言葉でレルネンが閉じられる演出も良かったですね。結局あの子、まあ、あの子っていう表現もいいですけれども、レルネンにもフリーレンを見破ったのに、ゼーリエの揺らぎは見えなかったと残念に思い、伏線が張られていきます。そして第三次試験の内容説明ですね。大魔法使いゼーリエの面接であることが説明されます。フリーレンは自分たちは受からせる気はないと判断しております。ここでフェルンにゼーリエと昔知り合いであることが明かされていきます。そのゼーリエは直感で合格者を選別するとフリーレンは推測。その直感はいつも正しいものの、フリーレンはゼーリエが期待する魔法使いではないからこそ落とされると判断しているのも原作通りですね。まあ、この辺もね、フランメとフリーレンの過去回想と繋がっているのがまたいいですよね。で、早速試験開始ですね。カンネが最初で恐る恐る扉を開けるところからはアニメでの細かい追加となっていて、その庭園の様子を壮大に映してゼーリエの目の前へと行きます。ここ原作だと3コマ程度しかないんですけれども、即不合格にされますが、しっかり描かれていました。で、このカンネがね、理由を飛ぶんですけれども、ゼーリエの魔力に恐怖していて、一級魔法使いになった自分がイメージできない、魔法の世界で重要なイメージができない、基礎の基礎と言われ帰れと言われてしまいます。その後一瞬でね、ドゥンスとラオフェン、シャルフ、エーレ一気に脱落となっています。これ原作通りですね。で、フリーレもそのままのカットで映されて、落とされるカットになるのではないかなというところでフリーレの面接がスタートします。フリーレも一級魔法使いになるイメージはできていない、ゼーリエが自分を合格させる気もないのも分かっている、ここで一度だけチャンスを与えるというゼーリエが言うんですけれども、好きな魔法を言って
てみろということでしたね。で、花畑を出す魔法を言います。もしここでねコピー連戦のブラックホールを上げていたらおそらく合格だったと思いますが、あのゼーリエの階層フランメがあるからこそこの深みが増すシーンですね。あの時とね全く同じ花なのもいいですよね。ゼーリエはこの不合格と言われた、まあ、あっさりしたフリーレンにお前のような魔法使いが魔王を倒したとは到底信じられんと言います。ヒンメル、アイゼン、ハイター、私一人でもかけていたら倒せなかった。ここの喋り方も良かったですね。それぞれパーティーの一人一人が重要だったことを喋りながら伝わってくる、こうフリーレンの乏しいね感情でもわかるような演出となっていました。で、仲間に恵まれたとゼーリエ、フリーレンも運が良かったと答え過去回想へと移ります。これは原作通りなんですけれども、フリーレンをなぜヒンメルが仲間にしたのかの話でしたね。強い魔法使いはいくらでもいるのになぜなのか、実はヒンメルはフリーレンに一度会っていることが明かされます。道に迷ったヒンメル、そこへフリーレンが里の方向を教え励ますこともなく、ヒンメルの不安を感じたのか気まぐれだったのか、花畑を出す魔法を見せていたことが語られます。ここもほんの一コマなんですけれども、アニメでは舞い散る花だったりとか揺れる花たち、その光加減だったりとか、綺麗だと思ったヒンメルの表情も丁寧に描かれていて何倍も良かったですね。で、生まれて初めて魔法が強いとかすごいとかじゃなくて綺麗だと感じたヒンメルにとって心に残っていたからこそ、フリーレンはヒンメルたちと出会えたのは先生フランメが教えてくれたくだらない魔法だったとゼーリーに告げます。まさに全てが繋がるんですが、ゼーリエでもフランメでも倒せないと思っていた魔王を倒せるとフランメに言わせたフリーレン、偶然というものの必然だったと思える回想ですね。そしてフリーレンからフェルンも同じように不合格にするつもりだろうけど、ゼーリエの想像を超える今回のタイトルでもある人間の時代がやってきたんだと言うんですよね。そしてフェルンへと移ります。ゼーリエの魔力を見て立ちすくむフェルン、ここでフェルンが気づくんですよね。ゼーリエもそれに気づき何が見えていると問います。アニメだとフェルンの瞳に魔力が映されていて魔力の音が消えて揺らいでいると答えます。この BGM が消えるのがまた良かったんですけれども、ゼーリエの口元のドアップで笑うのも鳥肌が立ちましたね。レルネンでも気づかなかった揺らぎをフェルンが気づくというシーンでした。ここで弟子に勧誘するんですけれども、速攻で嫌ですで原作57話で終わりますが、ここからアニメはまだ続いていきます。ここで切っても面白そうだなと思ったんですけれども、アニメらしい表現としてはゼーリエが花を触りながらフェルンに近寄っていきます。私はお前をより高みに連れていける。ここでアニメだとよくわかりますが、ゼーリエが目を見開きながらその高みへの興奮が伝わります。フェルンはそんなことよりも合否に関係があるのかと問います。あるかもしれないとゼーリエが答えます。原作ではすぐにフリーレン様の弟子ですと答えるんですけれども、先にここで回想を挟んできます。この構成もすごい美しいなと思ったんですけれども、この回想は要求を飲む必要はない。フェルンは何を言っても合格になると言っていたことが回想されていきます。これも二次試験、フリーレン戦のことだった致命的な隙を見抜いていたり、これまでのフェルンとの時間での答えなのが分かりますよね。だからこそゼーリエは直感は正しいにつながります。その師匠フリーレンの言葉、フリーレン様の弟子ですと答えて、ゼーリエもこのフェルンの対応にフリーレンの入れ知恵だと気づきます。そこで合格となるんですよね。そしてゼーリエのね次という言葉でこの27話人間の時代は幕を閉じました。もう切りどころがね完璧すぎますよね。フェルンが嫌ですと言った方が話数的にも綺麗に収まるんですけれども、まさにこう人間の時代を象徴する終わり方だったんではないでしょうか。次回ね28話、ここねめちゃくちゃ気になったんですけれども、最終回となるんですが、次回予告見ましたか？今回最後にふさわしい、今まで文字がたくさん出ていてどんな話なのかという感じだったんですが、雑踏のような声だけとなっていたんですよね。じゃあまたねっていうフリーレンの言葉、今回タイトルも言わずに、また会った時に恥ずかしいからね、第28話が最終回となります。まあおそらくなんですけども、原作60話ぐらいまで行くこのセリフなんですが、ある意味アニメとしての終わり方も重ねているというところで、本当にねこうただアニメだけではなくて視聴者を見た上でのこのタイトル選びだったりとか構成の仕方になっているんではないかなと思います。また次週もね細かいところもあると思うんで動画やっていこうかなと思います。ぜひ皆さんの27の気になった点だったりとか、ここも良かったとか、これまでのフリーレンにおいてもそうなんですけども、ぜひ皆さんの感想とあればコメントお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。